気持ちいいな。伸びた吹きの塔がいっぱいですね。吹きの塔だらけ。着いたぞ。うわー、あ、しんど。おはようございます。やっほー、ウォーズマンチャンネルです。はい、皆さん、今日はね、実はゴールデンウィークのど真ん中です。はい、そこら中に人だらけです。はい、実は今日は岐阜県のとある河川にね、遠征できました。で、今日は車中泊で泊まるので、しばらくはね、ここ岐阜県のとある河川からね、まあ、釣りをお届けできたらなと思ってます。で、来る途中にところどころにね、まあ、まだ路肩に雪がね、まあ、残ってる状況です。なので、まあ、僕らの地域よりかはね、まあ、水温結構低いと思います。で、ちなみに今気温は朝8度でね、まだまだね、肌寒いんですけど、おそらくね、まあ、魚は活性してるのかなとは思ってます。もうゴールデンウィークなんでね。ただ見る限り虫はね、まだ見えないんですけど、まあね、今からどんどん飛び出すと思ってます。ということで、今日はね、久しぶりに岐阜県の河川に来たので、今日の狙いはね、まあ、イワナ、まあ、それも25センチ以上のイワナをね、まあ、最低3匹ぐらいはね、まあ、釣りたいなと思ってます。ただ今の時間がね、8時前なんですよね。なので車がね、まあ、あっちこっちに止まってたんですけど、ちょっとね、ここはわからないんですけど、ひょっとしたらね、先行者入られてる可能性もゼロじゃないんですけどね。まあ、行ってみましょう。釣れたいですね。頑張ります。今日使う竿はね、シマノさんの軽量点からジェットエルの 3.4 から 3.8 のズーム竿、これにラインはソフティーラインの 3.3m で、ハリスがその先にクロロの 0.6、 これを約 1m ぐらいですかね。で、自作のヘアチョコ毛針、これでいきます。あー、楽しみやな。引きだらけ。水温、こっちの河川は何度ぐらいなんでしょうね。まだ雪がね、ちらちら残っているので、まあ、上流からね、まだまだ雪解けの水が流れてきてるとは思うんでね、夏とか良さそうですね、こちら辺は。低いな。どこまで低いか。水温7度、低いな。僕らの地元だとこの時間でも、もう12度ぐらいはね、もうゴールデンウィークならあるんですけど、7度ですか。さすがですね。ちょっと厳しそうですね。入ってみましょう。そっか、水温は相当低いな。7度ぐらいなんでね。せめて10度ぐらいはありそうな気はしてたんですけど。やっぱり、ね、釣り人さんがめちゃくちゃ多い。さすがゴールデンウィーク。これはひょっとしたら簡単にはいかないかもしれませんね。この河川は多分今から夏場にかけてがね、いいかもしれません。水温的に。ちょっとその雪解け水が入ってて、多分水量がね、少し多いと思います。で、ちょっと人も入ってるかもしれないので、あまり釣れなかったらすぐね、8時過ぎなんでポイント変えましょうか。やっぱり人多いな。いや、今日はイワナの顔は見たいな。ここまで来たんでね。で、僕らの地元だとイワナもいるんですけど、やっぱり谷にね、結構登らないと
イワナの顔はあまり見れないんでね、たまにはね本流筋でも釣れるんですけど本当に稀ですね。まあ、ただ谷に登ればね、まあ、ちゃんとイワナには会えるんですけど、こういう大きい場所で釣りたいですね。いやーこれは厳しいやろいやーでも気持ちいいな、気持ちいいけど魚は出ないうわー出ないな、激戦区なんやな、やっぱり。これは出ないわハイシーズンではないね、こっちは全く季節がちょっと1ヶ月ぐらいは早いような気がしますね。これはちょっと場所考えないとダメですねそれは連日人入った中の、やばいぞ、当たりゼロやったやっぱりちょっと雪解けで水がね結構多いのと、あとその雪解けのね水で結構水温がね低い、なので7度ぐらいだったんで、多分ね流針とかもっと深いところやると6度ぐらいかもしれませんね。今の8時ぐらいでね、先行者いなくてもこんな感じのような気もするしねもうここ身は伸びてますね、これね。これ今日の目標イワナ3匹、これ厳しいに違うかなもうハイシーズンにね、まあ、来たので爆釣の気がしてたんですけど、やっぱりね釣りは簡単じゃないですね人生と一緒ですまあ、釣りの釣果ってね、展開に限らずやっぱりタイミングが一番のような気はしますね、まあ、要素としてね、まあ、そのタイミングを当てるのが実力のうちかもしれませんけど、これは当たりないな、ね、こっちは多分ハイシーズンは1ヶ月遅れぐらいですかね。まあ、5月の頭だったら6月の頭ぐらいにハイシーズン迎えそうな気がしますね。だからまだ虫がねそこまで飛んでないんですよね、まあ、それか単純にすぐ人の後を釣ってるかねそれでもこんな感じになると思います。このポイントで出なかったら何なんでしょうね原因がわからん。結構ね車止まってたんで先行車かもしれませんね。うわー出ないね、出た、いきなり出たぞおお出てくれた、うわーいいわな、すごい、あーいきなりやな、先行者はいなさそうやね。おおおふっといいわな、このいわなはなかなかね、すごい、おお
出たな、ふっとイワナが出てくれた。やっぱり腕か。あーでも水冷たいですね。水は冷たい。よいしょ、やりました。このイワナを釣りに来たんですね。出てくれたね。まあ、ちょうどねそこの大きい石の手前の緩み、そこでラインが引き込まれましたね。いいのがいた。来たかいあった。まあ、ただ出方がねやっぱり水中なんですよね。表層では全然食ってこない。なので、まあ、ちょっと沈めた方が良さそうな気はしますね。活性そこまで高くなさそうです。いやでも1匹釣れたらやる気出てきた。しかもいいサイズ。ちょっと諦めムードだったんですけど、いきなり来てくれたな。虫がちょこちょこ飛んでますね。いやでもねやっぱり今日は厳しそうですね。坊主はもう逃れたんでね無敵ですけど、水温でしょうね。水温があとここ10度ぐらいまでねせめて上がってくれたら、12度最高ですけどね。なのでどちらかというと今の時期は夕間詰めかもしれませんね。ちょっと活性が多分ねあまりないのと、イワナなのでねビーズヘッドを使いましょうか。ビーズヘッドに変えました。よっしゃ、いきなりかい。いきなりや。よいしょ。まさかのね、まさかでビーズヘッドに変えた瞬間にね一頭目でいきなり釣れてくれた。お、しかも結構いいサイズね。23シーはあるね。お、やっぱり魚はいるんですね。で、多分活性がないんですよね。今さっき何回も普通毛針で流してた後にビーズヘッドの一頭目で来たんでねめちゃくちゃ水冷たい。いや、めちゃくちゃ低いやろ。ずっと手を入れてられないですもんね。おー、やりました。もう今なんかずっとそこ何回もね、この辺流してたんですけど、普通毛針では全く反応しなくてね、ビーズヘッドに変えた1投目、水中で振ってましたね。ここだけは多分沈めた方が、良さそうですね。まあ、特に今の時間は、やっぱりさっきの当たりが全くなかった場所でも沈めたら出たかもしれませんね。ここは絶対魚いるんでね、食わせられるかどうかですね。おっ、押した。今は当たりがあったぞ。来た。これちょっとね今までよりかは小ぶりですけど、やっぱり今日は沈めた方がいいね。これでも20センチぐらいありますね。全然細いけど、21グラフがあります。これで目標3匹達成した。お、やったやった、目標達成、今日は終わり。今はもう一番ベストなポイントね、まず最初に狙って、そこ何回かした
3投目ぐらいでね、まあ、ラインに当たりがありましたね。まあ、でも活性は低そうですね。沈めて今のも何回か流してようやく口使ったんで、競争なんか今全く出る気配がなさそうですね。ここはまだまだいそうなんでね。今の一瞬で引っこ抜けたんでたまたま、あまり場は荒れてないと思うんですけど、最低でも思いっきりここで釣りたいな。でかい、でかいでかい、おおおお、でかい、来た来た、おお、おお、よかったら来たね。今のもラインに当たりが出たな。これも太い、楽しいな。お、太い罠、うわ、いい罠、いや、ヒレピンピン。これ多分26、7ありますね。あー、やりましたやっぱりここの効力はちょっと沈めないとね、難しそうですね、今の時間帯、今の時期はね。よっしゃまあさっき釣れたところのね、ちょっと横をね、何回も流しましたで、ラインに当たりが出た、ね、発生は低そう、まだいるやろ。はい、約1時間半ぐらいなんですけど、まあ、短いポイントをね、まあ、2箇所釣り上がりました。ワクワクのね、1箇所目当たりゼロでね、2箇所目、まあ、普通毛針だったんですけど、沈めてると水中でね、まあ、結構いいイワナがね、まあ、食べてくれました。やっぱりね、まだ雪がね結構残ってたりとか、まあ、水温が7度ぐらいなんですよね。でゴールデンウィークっていうと、僕らの地元なんかね、もう14度15度ぐらいね、まあ、水温が上がって、もう本当にね、まあ、天からのね最盛期を迎えてるんですけど、やっぱりこっちの方はね、まあ、まだひょっとしたら1ヶ月ぐらいね、まあ、遅れてピークが来るのかなっていうようなね感じでした。まあ、それが証拠に虫がほとんど飛んでないのと、まあ、魚がね、まあ、出るのは全部ね今日水中でした。で途中からね毛針をビーズヘッドに変えて沈めてね、まあ、釣るとイワナがね、まあ、ようやくそこでね反応しだしてくれたと思います。なのでやっぱり魚はね、まあ、いるんでしょうね。朝一のね、まあ、目標は今日3匹ねイワナが釣りたいなと思ってたんですけど、今日はねもうその目標は達成できたと思います。やっぱりねこっちはいいイワナが釣れますね。よし、見てください、ね、ふっといですよ、ふっとふっとイワナで、この小さいイワナでもねかなり小さく感じるんですけど、このイワナでも20センチあるんでねね、やりました。でこのイワナたちはちょっとね、まあ、釣られなかったらもっともっと大きくなってくれると思うんでね、ちょっと深みのところにねまたリリースしておきます。明日もう一回釣ったろうかはい、ということで今日は狙い通りねイワナがいきなりね釣れてくれたんでよかったです。で今日この後もね、まあ、別の場所で竿を出そうかなと思ってるんで、まだしばらくはねここのね、まあ、岐阜県の川からね動画をお届けできたらなと思います。ということで今日もご視聴ありがとうございました。これからもご視聴よろしくお願いします。バイバーイ。